パート2、今の子どもたちを見てください。 ICT 活用実践発表のコーナーに行きます。ロイロノートというアプリを紹介します。ご存知の方もいらっしゃるかなと思いますが、これは大人で言うとパワーポイントみたいなものだと思います。しかし子どもにも直感的に使うことができる最近話題のアプリです。先鋭的な小学校中学校ではこれをかなり授業で取り入れている先生がいます。ピアノレッスンで取り入れるとどんなことができるかなと1ヶ月ほど前から考えて2つほど実践を作りました。まずこのアプリってどんなものか知らない方に、少し実演してみます。例えば今日の写真がかなり入ってますね。私大学で教えていますので、大学で教えている写真をここにドラッグしてきました。それから、それご飯の写真とかですね。ちょっとこの間証券思想の時に目はどういうふうに動いているのかなっていう視線計測の実験をちょっと理工系の学生さんたちとしましたので、その写真を載せます。ちょっと2つもいろいろ仕事したので疲れたなってご飯の写真を撮ります。そしてこの3つをこういうふうに並べます。そうすると5秒ずつこれがちょっと見てください。これだと単にスライドショーだと思うんですけども、これに今写真だけですけど動画も載せることができます。で、手書きで上にいろいろと書き込むことができます。これによって小学校の1年生でも自分の写真にいろいろ書き込むことが合奏。これ消したら黒板も消えるじゃないかと思いますけど、これ消したところでこの「う」が消えるだけです。で、ちょっと合奏になっちゃってますけど先に行きたいと思います。で、例えばですね、このご飯ですね、私はトマトが大好きだったとします。それで、初めはこの全体で、その次にトマトにこう拡大します。春巻きが好きでもいいです拡大して決定にします。そして見てください、こういうふうにズームアップします。これに、また同じように、ここに春巻きの上ぐらいに好きとかもう一度最初に戻って一番最初から再生します。こういう感じになります。もちろん動画も載るし、ここにマイクのマークありますが音声も載せることができます。普通にタイピングもすることができます。トンネルっていうものがあるので、共有することができるんです。で、友達とみんなで共有することができて、友達の作品を見たり、もらったり、さらにその上から書き込んだりいろいろできるというアプリです。で、これを使って少ないんですけど2つ実践をしましたので見てください。1つは内藤くんの作品です。内藤くんは、この中でご存知だと思うんですけど、インターネットに、何々を真っ黒にしたっていう楽譜がいっぱいあるんです。真っ黒楽譜って言われてるんですけど、これが大好きでいつも見ているんです。で、真っ黒っていうのはどうして真っ黒なのかっていうと、音符がたくさんあって、そして
和音もいっぱいあってもうクラスターみたいになっててすごい人間で弾けないぐらい音符が楽譜上にあるので真っ黒になっているんです。でこれは普通見て聞いて楽しむものだと思うんですけど、内藤君は少し変わっていて、自分でも真っ暗の楽譜を手で書いています。フランドールという曲を自分で弾いて、自分でまず手で書いて、そしてそれは自分の頭の中にある目標のフランドールのフランドール S っていう曲の音楽なんですけど、でその一方ですごく練習をして毎日毎日熱心に練習し、その、目標 の打ち込み楽譜に近づけようと努力しています。で内藤君はそれだけじゃなくてノートにいっぱい作曲しているんです。で毎回レッスンで持ってくるんですけど、私ちょっと弾けません、あんまりに難しい楽譜だったりするんですけど、でちょっと誰か私の知り合いで弾ける人いないかなと思ったので、京都に住んでいるピアニストの鈴木純さんに内藤君が書いた手書きの楽譜をそれこそさっき話題になったドロップボックスで送り、そして見てもらい演奏してくれました。その様子をこのロイロノートにまとめましたので見てください。これちょっとここタップして検索って、これインターネットにつながっていればこの YouTube の演奏が聞こえます。これ内藤くんの手書き楽譜です。なぜかここが好きらしいんですけどここが好きです。それで内藤くん自宅で演奏しています。今日はもっと上手かったです。だから日々進化しています。基本的に耳コピーですね。でも耳で聞こえたものがあるんですけど、手がまだちょっと追いつかないのか毎日毎日練習しています。そして内藤君が作ったこの手書き楽譜を1段目だけフラットが7つついていまして演奏してくれました。2段目からは波長調っていうことなのかな、4段目にもシャープがファーガーシャープがついてますもんね。フラットが7つということはミもフラット、ミ、シ、ドもファもシミラレソと、でもこれは最後がシミラレソでしょ。コメントしてくれています。基本的にまあ初見という感じでもっとこうまた会いたいですねとか言ってくれています。まあ、もうちょっとねちゃんと時間があって練習したら、もっと、いろいろ弾けると思うんですけども、それでは、またリオタ君にも会ってみたいです。ではではっていうようなまとめです。テクノロジーの進展により遠隔にいるミュージシャンと子どもが自らやり取りできるようになりました。こういう今までなかったこういうアプリによって表現することもできるし、とてもこれから可能性があると思います。でもこんな作曲しないしとかいう一般の人にも、まあ、多いと思うので、発表会のプレゼンの仕方で一つ提示します。1年生の井上まりえちゃん、今日の発表会でアイスクリームの歌を弾いてくれたんですけど、普通発表会の紹介をすると名前と曲名を言うとかプログラムで見せるとかしかないんですが、自分で紹介します。 しました。ちょっと見てください。アイスクリームの歌、曲を作った人発表会楽しみ。と
という感じです。最後のミレドットドも、ショスタコビッチのマーチっていう曲の一番最初のところです。この子が弾くもう一曲でした。以上、ロイロノートを使ったプレゼンでした。では。